ケファームでーす。まあ、今何やってるかっていうと、これですね。株、赤株の収穫をしています。品種は桃の助という品種でですね、これ切れ目、包丁でちょこっとこう切れ目を入れていただいて、そう、ペロンってこう皮が剥ける、まあ、そういうこう野菜を取ってるんですけど、まあ今日は桃の助の話じゃないんですよ。まあちょっと実は悩みがありまして、もしよろしければ聞いていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。で、まあ、娘との関係なんですよね。まあ、この間先日つい、まあ、4歳になったばっかりなんですけれども、まあ、実はまあなんて言うんでしょうかね、もうことあるごとにパパ嫌い、パパとはお風呂入らない、ママと入る、まあそんな感じなんですよ。で、私はなんかこう、まあ娘がですね、中学生ぐらいになった時に、まあパパ嫌いとか、パパのパンツと一緒に洗濯しないでよとかって、まあ、そのぐらいになったら言われるのかなと思ったんですけど、4歳ですからね、4歳でもうパパなんか嫌い、お風呂一緒に入らないっていう感じなんですよ。で、それでまあパパとしてはね、まあ、ちょっと落ち込むんですよね。で、たまに娘からいきなりですよ、パパ大好きこう言われるわけですよ。で、私としてはこう嬉しくなるわけじゃないですか。え、本当にとか言って、で、じゃあ今日はパパとお出かけしてお菓子でも食べよっかみたいな、うわーやったーって娘は喜ぶわけですよね。まあだからお菓子まあ2人でデートしてお菓子を買うわけですよ。で、娘は喜ぶわけですよね。もうパパ大好き、今日はパパとお風呂入ってあげるって、まあ、言ってくれるんですよ。で、私も嬉しいじゃないですか。で、家帰って、まあ、夜になってね、で、なんかこう、じゃあ今日はパパとお風呂でも入ろうよって言うとですね、やだ、ママと入る、まあその繰り返しなんですよね。どうすればいいでしょうか。まあ本当に娘はパパのことよく分かってるんですかね。まあ娘のこと好きなんでね、まあなんていうか、まあ4歳児ですけど、なんか今話してて思ったんですけど、まあパパのこと嫌いって言えるその関係性をね、気づけてるんだなって今思いましたね。はい、まあ、結局悩みじゃなくなりましたね。はい、まあ、というわけでこれからもね、娘とのいい関係をね、娘が中学生になっても高校生になっても20歳過ぎても、まあいい親子でいたいと思っております。まあこの後ネギの収穫なんですけど、今日はね、赤株だけの収穫じゃダメですか。ダメですよね。まあでもね、ネギ取って早く終わらせて、今日はね、娘日曜日で保育園休みなんでね、
早めに終わらせて娘と遊ぶ時間を作っていきたいと思います。